映画の街調布シネマフェスティバル2023の期間中、さまざまなイベントが文化会館田作りで行われ、1階エントランスホールのシネワークス展では映画制作に使用された大道具、小道具、衣装などが展示されました。こちらは映画シン・ウルトラマンや燃えよ剣などから提供された制作関連の品々です。こちらのコーナーは映画の街調布賞受賞者のパネル展です。また2階北ギャラリーの映画資料展では、調布市内で撮影された映画作品のポスターや出演者のサイン、映画制作に関する資料などが公開されました。映画の街調布では、市内の景色を背景にさまざまな撮影が行われ、数多くの映画作品が誕生しています。そして紫ホールの映画の街調布みんなのワークショップでは、事前に映画制作の講義を受けた参加者が本番の撮影にチャレンジ。撮影は第一線で活躍中の映画人が参加者に照明やカメラワークなど指導しながら進行。カメラ、照明、セットなど、すべて実際の撮影に使用されている機材が用意されました。いつかまあ自分でも映画撮ってみたいなっていうふうに思ってまして、これじゃあ自分があの映画作る前に参加したらかなり勉強になるんじゃないのかなっていうふうに思って、このワークショップに参加しました。すごい参加することによって、もう撮影どうやってるのかであったり、あとは照明どうやってるのかみたいなっていうところが、すごくあの現場のことっていうのをあの肌で感じることができて、そこがすごい良かったと思ってます。撮影現場は緊張と熱気に包まれていました。立春を迎えた2月4日、海外とネットワークを持つ外国人や帰国子女に調布の魅力を紹介するツアー、第8回調布ぬくもりツアーが開催され、イギリス、フランス、中国などから来日している20人が参加。朝10時40分、深大寺に向けて文化会館田作りを出発しました。早速、英語、中国語、日本語の言語に分かれ、ボランティアガイドの案内で見学がスタート。ランチタイムには畳の部屋に名物の深大寺そばが用意され、伝統的日本食に舌鼓。I'm from England. I'm from France. And so it's nice to experience more Japanese culture with assistance of guided tours. Yeah, so it was my first time trying soba today. How was it? It was really nice. Delicious. Oishikatta desu. 3問前の陶芸工房では、素焼きの器に色をつける絵付けにチャレンジ。周辺の散策を楽しんだ参加者は、午後2時40分、文化会館田作りに向かいました。なお、ツアーの様子は参加者の SNS で